おはようございます。現在羽田空港第3ターミナルに来ております。これからですね、タイガーエアさんのですね、IT217 便に乗りまして、台湾はですね、台北の桃園国際空港に向かいます。これからね、チェックインをしていきたいと思います。無事出国審査も終え、これから146番ゲートに向かいます。さすがにね、平日のね朝4時ですので、全然人も少なくてね、閑散としてますね。羽田空港から飛行機に乗ること3時間半、無事台湾はですね、桃園国際空港に到着しました。これからね、市内に出てですね、10分に向かいたいと思います。台北駅はね、一番上の MRT、 こちらに乗っていくとね、着きますね。空港とですね、市内を結ぶ MRT はですね、空港内に直結してまして、エレベーター上がったらもうすぐ目の前にですね、チェックインカウンターがあります。 MRT のですね、コンコースにはですね、 SIM カードをね、販売しているお店もありますね。 MRT のね、改札内に入りました。こちらがね、桃園国際空港駅の中の様子ですね。マッサージチェアがありますね。ちなみにね、台湾ではね、駅のホームのことを月台って書きますね、漢字で。こちらがプラットフォームですね。これからね、台北に向かうんですが、優等列車も、普通列車も料金一緒なので、優等列車で向かいたいと思います。こちらがね、プラットフォームの様子ですね。基本的にフルスクリーンのドアになってますね。と日本で言いますとね、地下鉄南北線のような雰囲気ですね。桃園国際空港からね、快速列車乗ること30分ちょっとで台北駅に着きました。これからね、地上に上がってですね、こちらの台鉄と書いてあるところに行きます。 MRT からですね、こちらの、高速鉄道もしくは鉄道駅までですね、動く歩道でつながってまして、歩いておよそ5分ぐらいですかね。無事ね、普通列車の、駅構内に入りました。これから10時17分の電車に乗ってですね、10分に向かいたいと思います。切符の買い方はね、ちょっと時間なかったのでね、また後で紹介いたします。急行列車に飛び乗っちゃいました。中でね、精算して追加料金払って、自由席確保しました。台北駅からね、40分ほどでですね、急行列車乗りまして、ルイファン駅に着きました。今この止まってる電車にね、乗って、10分に向かいます。台北駅から電車乗り継いでね、2時間ほどで、シーフェン駅10分に着きました。これからね、シーフェンのね、街を散策したいと思います。あいにくの空模様ですが、こちらがね、電車がね、商店街の真ん中を通るところですね。もうなくね、私の列車の反対側の方から列車が来ます。タイのメークロ市場みたいですね。列車がね、過ぎ行くとまた人がね、こうやって戻ってきます。今ね、ランタンが飛びましたね。ちょっと雨なんですけどね、飛んでくれるかな、綺麗に消えちゃいましたね。晴れてる人がね、結構無数に飛んでるんですよね。シーフェン駅、10分駅から歩いてね、15分ぐらいでですね、10分幕府に着きました。この吊り橋渡ってね、もう1個吊り橋渡るとですね、幕府、いわゆる滝が見えますね。ちょっとここからまた歩いていきたいと思います。ちょっとね、あいにくのね、空模様なんでね、やっぱりまあ濁ってますね、この川が。で、流れもね、
結構な勢いで流れてますね。人通りはねやっぱり少ないです。今向こうから人が来たんですけども、これ初めて私人とすれ違いますね。10分駅から歩いてね、20分ちょっとですかね、ゆっくり歩いて10分幕府の公園の中に入りました。奥の方に行くとですね、お店があるようですね。滝はねこのさらにちょっと先なんですよね。滝まで行くんだったらねちょっとゆっくり歩くと30分ぐらいかかると思います。駅からね歩いて30分ぐらいで、10分幕府のこのメインの滝に着きました。ちょっとねあいにくの天気でね滝がすごい濁ってるんですけども、以前私が来た時はねもっと綺麗な水でしたね。ただ迫力がやっぱりねすごいですね。雨降ってるから水の量が多くて、このテラスみたいなところに水がね入ってきそうな勢いですね。またね電車が来ました。ちょっと今ねお店の中にいたんですけど、ちょっと写真撮ってもらってます。お昼ご飯はですね、駅から近い線路沿いのお店なんですけどもね、屋台と店内がありますね。こちらでですね、台湾風の乾麺と、ビールをいただきます。こちらがですね、10分駅の前にあるですね、日本読みでね西安吊り橋ですね。これはね駅降りてすぐ目の前にあるのでね、結構目立ちますね。駅はこっちの右側の方ですね、吊り橋を見ると。で反対の向こう側に行くと、10分幕府だったり、電車がちょうどね商店街の真ん中に抜けるところですね。今ね結構ランタンがこう飛んでますね、あちこちで。これもね一応回収してる方がどうやらいるらしいんですよね、やっぱ中に火がね入ってるのでね火事になってしまうのでね。台湾鉄道のチケットの買い方なんですけれども、まず言語選択日本語を選びます。そうすると日本語出てきますのでチケットを購入、こちらですね。今これは種別の列車なので、私は普通列車なので、ね、普通列車ですね。で今回、先ほど乗り換えた駅ですね。で大人1枚、これはもう人数ですね、その時の。であとはこちらで決済方法をタッチして、お金を入れるかカードをタッチするかですね。あと現金で払います。紙幣または硬貨を入れてください。10分からねルイファンに戻ってきました。ここからねバスに乗って9分に向かいます。ルイフォン駅の外に出ました。駅前にはねファミリーマートがありますね。こちらがね、タクシー乗り場ですね。9分まではね、タクシーで行く方法と、バスで行く方法があります。バス停はねこの駅から歩いて徒歩 2,3 分の場所にあります。こちらまでちょっと歩いて向かいます。バス乗り場はですね、ファミリーマートがある通りをですね左に駅から出てねまっすぐ行って、今まっすぐだと信号が点滅するんですよ、あの先に。あの辺りがバス停ですね。大体歩いて3分ぐらいですね。バス停はね、この警察署のね、前ですね。こちらになります。今この横に走ってるね、1062、これがね、9分に行くバスですね。その他ね、788、F802、825、827、856、965が行くみたいですね。ルイファンからね、バスで15分、20分くらいでね、9分に到着しました。これからね、千と千尋の神隠しの舞台と言われた場所に行ってきます。九分ラオジェの、ね、中に入りました。お土産屋さんとかね、飲食店がいっぱいあってね、人通りもすごく多いですね。ここにね、屋台がね、多くて、ね、ちょっと目を引かれますね。先ほど10分で食べたね、焼きそばちょっと足んなかったのでね、こちらでルーローファンを食べたいと思います。奥の方にずっと進んでいくとですね、こちらがですね飴お茶とひらがなに書いてあるんですけどね、ここがですね、千と千尋の神隠しのモデルと言われた場所ですね。宮崎駿先生はね否定されているんですけどね。
壁がすごくてね、だいぶしけてるんですよね、雨もすごくて。だけど人はね、多いですね。雨もひどいんでね、バスに乗って、台北駅に戻ります。ただまた9分からね、乗るバスなんですけど、山道を走るのってね、まあ、バスの運転が日本に比べたらやっぱ荒いですね。今駅で電車回ってるんですけどね、貨物列車がね反対側の方に行ってですね、自衛隊かな、日本でいうの、車がですね、貨物につながれてますね。日本じゃあんまりこういう光景はねないと思うんですよね。台北駅に戻ってきました。これからですね、私が今日泊まるホテル最寄り駅になるね、万南線に乗ります。今日泊まるホテルはですね、この商業施設内にあるマイホテルというホテルですね。12階ですね。